今日は正しい体のバンプの仕方、平行移動の仕方をお教えします。はい、バックスイングしてください。はい、このように左肩の位置にあったシャフトがここにあります。で、左腰の横にはシャフトが差してあります。はい、バンプしましょう。はい、平行移動しました。そこからターン。はい、もう一回お願いします。バックスイング。はい、バンプ、腰が当たって左肩が戻ってきたら、そこからターン。はい、お願いします。正しい例が今のですね。はい、そしたら悪い例いきます。はい、バックスイン、スウェーしてますね。そして左肩が吊り上がるようにダウンスイングして、ほら元のあった左肩の位置にシャフト、左肩が戻ってきていません。はい、そのままターン。これはスライスの典型例です。またはバックスイン。はい、左腰も左肩もその内側を取ってしまう。これもスライスの典型例です。はい、もう一回正しいバンプしてください。スウェーしないように、はい、バックスイン。ねじった体をすぐ解放しないで平行移動。はい、左腰当たりました。そこからターンです。